今ちょっと話してたんですよね、はい、私ここのホール一番嫌いなんですドロー打ちたいんですけどビビって引っ掛けちゃったりとかプッシュしてバンカーとか距離あんまないんですよここ。あの二人さ超えてくらしい。マジ205ヤードで超えるそうですバンカー。右やもんバンカー向いてるもん。おお。いやミスった。キーの手前かな。大変。ミスったりしますね。さあ美穂ちゃんがちょっと柔らかしましたよ。左にバンカー越え狙ったんですけど、ちょっと次木にかかるかもしれない。塩田さんもめっちゃバンカー向いてます。ナイスショー。越えないかもしれない。あ、バンカーか。でもなんか出たようにも見えましたけど。いやー、ナイスショットです。ここのお昼ご飯、私めっちゃ好きです。中華、中華、うん、私もチャーシュー好き。美味しいですね。いつもテイクアウト買って帰るんですか。買って帰る。小籠包もあるよね。私小籠包とピンそばのセット。小籠包だっけ、シューマイだっけ。シューマイだ。シューマイに肉だくさん。それそう肉だくさん。肉だくさん。肉肉でめっちゃずっと笑ってますけどいやなんか面白いなと思ってこれ見たことない4人だから。確かに。お腹すいた。お、で、足音さん出てますね、アンボール。あ、違う、出てるってよ。出てるってよ。これは差がありますよ、出るか出ないかで。私はなんか、ちょうど木の後ろのような気がする、うん、さあさあ、かかってるかかかってないか。ちょうど間行ってくれてたらいいね。美穂ちゃんがちょっとね、バンバンパター入れてツーナップなんでね、ここでグッとどういう展開になるかが楽しみですがどうですか、ゆっこさん。え、終始楽しんでます。終始楽しんでますか。はい、あのね、本当にね、2人とも右を怖がってるのがすごいんですよ。大丈夫。塩田さんは特にめっちゃ右向いて、と思うぐらい。そっから戻す。すごい、さすがドローヒッターだなっていう。憧れのね。憧れますね。歩数で120ヤードで、ピンがマイナス7だから113。の、ちょっと上り、プラス1、114。ちょっとフォローかな。フォロー。うん。だいたい112ぐらいで、まあ、受けグリーンなんでしっかりピン目指していきます。はい、できればピンの右下に置きたい。はい、来てるね。でもあそこからが問題だよね、今日ね。今日はちょっと、ね、どうですかパター。なんか、うん、パターやっぱり最近ちょっと悩んでることがあって、うんうん、まあ、ロングパットが寄らない、うんうん、ショートパットが入らないっていう、うんうん、ちょっと致命的なミスを最近してるので、うん、もっとね、あのボールの芯に当てることを考えてしっかり打ちたいなって思います。なんか1個入ったら流れが変わるから。変わる感じですね。そっから悪くないからね、うん、あの距離のさっきもチャンスって言ってたやつ外すのとかあんま見たことなかったから、うん、あ、そうか。ちょっとやっぱりイメージが、うん、最近もちょっとね、あんまりあのパターンも、ね、結構外すことがあるので、うん、なんだろうね、流れ、流れだね、うん、流れがね、1個入ったらきっと変わる。そうですね、うん、今ちょっとつま先上がりの、うん、まあ、ラフでしたが、うん、なんか意識したこととかありました？うん、あのね、さっきのね、つま先下がりだってちょっと今日ラフに入っちゃってるので、うんうん、意識してるのは1個で、うん、もう絶対にヘッドアップしない で、うん、で体がもうこう上にこう上がらないこと、そうね、上げようとね、うん、
で今トレーニングもしてるんだけれども、もう体幹を意識して本当に頭だけこうやってこういう動きを、うんうん、絶対に頭と下は動かないようにしてやるように、うん、意識してます。ちょっとこれボール埋まってるけどさ、こういうの気にならない？これはまだ大丈夫ですかね。なんかこの辺がちょっとボコってなってると気になります、うんうん、すごい。ここは大丈夫、大丈夫、なんとか抜けてました。この辺じゃなくてよかったね。打てそうです。木にもかからなそうです。あー、うん、大丈夫、大丈夫、うん、大丈夫、大丈夫。うん、ナイスオン、すごい。あ、もう寄ってる、寄ってる。横ラインかな。そうですね、うん、ちょい横、下り横。これはバーディーチャンスです。2人、割と同じぐらいのパットが残ってます。ちょっとラインが違うかな。翔太さんが上りの、まあ、あんま曲がんないかな。上りのちょっとスライス、みおちゃんは下りのスライスかな。惜しい。来た。おお。来ました。これで流れが変わるかもしれないよ。さあ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 。ちょっとピリピリしてきたかな。でもないか。さあ、塩田さんバーディー取ってきましたけど、取り返さない、取り返さないとっていうか、まだまだね、はい、自分のゴルフをする。ナイスショー、ナイスショー。おー、ナイス。めっちゃ戻ってきた。いやー、ナイスだね。おー、最短距離、最短距離やな。笑う、もうすごいよ、すごい、うん、なんか普通の人が入るようないいこうところにバンカーがあってもそれ全部越えてくから、うん、ハザードがハザードにならないよね。うん、うん、本当になんかもうやっぱりブラックとか7000ぐらいを基準にして考える飛距離だと思う。おー、生で見てやっぱ飛びますか？もう当然もちろんすごい。でもなんかゴルフの面白いところでそんなに差があってもいい勝負ができるっていうようなプレーを見せたいと思います。頑張ります。そんな、だって翔太さんも結構ね、クラちゃんとかになると男性とね戦うことも多いと思うんで。うん、そうね、だからすごくね勉強になります。今日は、うん、楽しい、楽しい。うん、すっごい楽しい。女子とのマッチは初ですが、初めてだけどやっぱりなんか、うん、勉強になるとこいっぱいかな。いろいろ聞きたいこともいっぱいあるし、うん、歩数で測ってだいたい135ヤード、ピンは16ヤードってなんで151ヤード、うんうん、結構、うん、ちょっと上りがあるかな、うん、そうですね。手前はちょっと置きたくないとこですよね。3段グリーンだからね。3段グリーンです。
せめて中段には行きたいけど、はい、ちょっとね、ライがつま先上がり、はい、すごい、めっちゃ戻した、ナイスオンです。ナイスオン、ありがとうございます。すごい、つま先上がりって左に出やすいはずなんですけど、うん、なんか体が勝手に右に押してから、すごい、やっぱ3本ぐらい持ってくるんですね、だいたい、だいたいね、そしたらだいたい大丈夫なんで、うん、やっぱポーチ楽ですか？ポーチめっちゃ楽で、ポーチ楽、うん、なんかパンパン、みおちゃんといえばポーチ、今日は服の下に隠してますね持ってます、持ってます。さあちょっとつま先下がりの左足上がり、本当に上から綺麗に入るよね。ナイソン、ナイソンです。乗ったよ。なんか段の途中。そうだね、段の途中でちょっと戻っちゃった感じするね。段のところですね。まさかの。うん。戻ってこなかっただけ。ちょっと手前でした。手前でしたね。今年はもう試合は結構終わったんですか、全部。あとはもう。ミニツアーぐらいですかね、まあ、ミニツアーも本当に 2試合ぐらいしかないですけど、ミニツアーもやっぱり賞金が出るので、おーおー、あるツアーなんですね、はい、じゃあその1位はいくら、2位はいくらみたいな感じ、もちろんすごい普通の試合、普通のっていうかあのツアーからしたらすごいちっちゃい試合ではありますけど、うんうん、でもやっぱ真剣にみんな出てるので刺激になるし、こうやっぱりその戦う精神みたいなのが、ね、はい、やっぱモチベーションになるっていうのが一番ですかね、うん、その試合に向けての、お何もなくてやっぱりモチベーションをこう維持するのが難しいよね、やっぱこう、そうです、何かしら、何かしら出て、はい、結構切れますよね、上りのフックラインかな、あれですね、ホールに力がなくなったらヒューってなる感じで、ああ上りのフックラインです、と思ったけどな、残念、入ったと思いました、いいとこには出ました、うんうん、ちょっと切れちゃいましたね、最後の最後で、うん、ナイスパーです、右のバンカー170ぐらいでこれ超えます、バンカー先はライが悪いですね、最初ホールですが、ちょっと左の方がいい、どうですかバンカー越え、気持ちは越えても左、まあ、まだリードしているので、できたらもう一個、もう一個攻めてほしいです、ちょっと短いんで、おお、でも左のいいとこですね。
翔太さん、最終ホールですけど、はい、攻めていきますか。ナイスです。今の8番もそうなんですけど、2人とも似たようなところにボールがこうつくから、うん、パターが面白い。そうだね。 あっちとこっちじゃないんだもんね。そう、あっちとこっちじゃないんだもん。フェアウェイ真ん中ですけど、うん、ちょっとミスショット。そう、すごい結構もうかぶって入っちゃったので、うん、全然飛んでない。残りございますので180くらいになります。はい、ありがとうございます。塩田さん、距離計とか使わないのね。ん？距離計、そう、距離計使わないの。ね。感覚でやってきます。へー。今はこう測ってくれたけど、だいたい自分で測って。じゃない。乗りました。うんうん。今のはつま先下がりじゃないですか。うん、うん、ちょっとドローかかりやすい。ちょっと普段いい時は右に出てからちょっとドロー出るから自分の目標物にちゃんと向かっていくんだけど、今はまっすぐ出てからのドローなので、でちょっとかかりすぎる。どっちかっていうと引っ掛けに近い。おなるほどね。まあ、そう、まあ、グリーン内に収まってればまだ大丈夫だけど、ちょっとあまり良くないかなっていうショットでした。65ヤード、はい、ビシッとバシッと寄せた、うん、ここまで飛んでるんですけど、うん、もうちょっとあります。125ぐらい。125。まっすぐピン方向行ってます。ナイスオン。おっと、これはバーディーチャンスではないのか。バーディーチャンスではない。お、笑顔が見えましたよ。入れたいです。あれは最終方向。美味しくシューマイを食べたい。んだんだ美味しくシューマイ食べたい。よっしゃ、これ私もちょっと念を込めます。お願いします。だろうねっていう、うんうん、感じ、うんうん、やっぱり距離なさったけど、まあまあ、うん、まあでも今自分もミスしてるからね。あとはこれちょっと横に長いグリーンで、うん、私のとこから結構距離があって、うんうん、でうねりがこう強いところなので、今度は自分がミスしないように注意したいと思います。横からのね、うん、ね、パッドね、3パッドはね、自滅はちょっと辛いからね。お、いいんじゃないかな。ナイスタッチ。下りで嘘ついたかな。みおちゃんのバーディーパット。おー、入れ
れてきた。いいパットだったね。今のは緊張したよ。緊張したね。震えちゃった声が。いやもう本当スリーパットで自滅はね、ちょっとあごめんなさい。はい。すみません。はい。ちょっとシュートさんわたわたしてます。わちゃわちゃしてます。打った後はわちゃわちゃします。よかったね。はい、よかったね。どうですかゆこ中華の味は。めっちゃうまい。お腹空いてただけに、はい、最高。しかも猫舌なんですけど意外とそんなに熱くなくってすぐ食べれました。すぐ食べれた、うん、これはネギチャーシュー。ネギチャーシュー、うん、ネギの量がこれはみほちゃんの、みほちゃんのおすすめ、みほちゃんセレクト。美味しい美味しい。あ、私結構あのネギ大好きなんですけど、うん、なんか食べた後のネギ臭気にならないランド臭。みんなでみんなで食べれば怖くない。塩田さんはね、なんとね一食しか食べないらしいですよ。え、一日？はい。さっき聞いて。え、いつ食べるんですか？夜だけ。うーん、ちょっと生き物残念。お腹空かないですか？でもその極限までお腹空かした夜が美味しくて。てかおかしいよねおかしいよね。じゃあラウンド、そうなんですよ。試合の時とか試合の時も食べるので、でも糖分と脂肪分、だからカフェラテにアイスクリームのっけてもらったりとか、うん、そういうなんか、うん、アイスクリームだけ食べる、かき氷だけ食べるとか。信じられない。昔から昔から。え、昔から昔から昔からもうルーティン、大人になってから、大人になってか ら, てから。じゃあいつもラウンドの時お昼休憩は飲み物だけですか？飲み物だけ、カフェラテかフロートか、夏はかき氷とか。すごいよね、どういうことみたいな。猛暑の中、食べないでいけるとか、きっとね、食べないと、あと栄養が回らないと体力もダメなのかもしれないんだけど、でも空腹の方がちょっと調子、体が回ってすごい。でもお昼にあまり食べたくないのはすっごいわかる、うん、変わっちゃうから体の。みほちゃんはあんま食べない？試合の時とか。試合の時は全然食べないするんですし、本当になんか、まあ、ちょっとしたものヨーグルトぐらいですかね。それはちょっと、まあまあ、でもそんなに食べないですかね。やってみようね今度ね、ゆっこね。うちらもお昼あんま食べない作戦と。ダメ嫌そう、ダメダメダメですか？お腹空いて集中できない。できない、うん、ダメだ、うん、ダメダメらしいです。それが楽しみもありますから、うん、スルーはスルーで、なんか途中おにぎりとか食べるんだったら大丈夫だけど、全く食べないのは、うん、まあ、普通にゴルフを楽しむんだったら、うん、お昼も含めての、ね、うん、プレー、ゴルフプレーで楽しめばいいかなって。試合の時、試合の時はね、また別に、うん、ミッドアマンの時はもうちょっとだけした。あれ？おー、さすがにね。スルーじゃない。スルーじゃない。なんかちょっとさ、喉通んないよね。うん、そう。不思議と。そう。そう、私も食べたいんだけど、喉が通んない、いつも。そう、ちょっとだけ。ちょっとだけな。うん。いや、美味しい。ネギチャーシュー。ネギチャーシュー。あ、どれ何？ん？ピリピリ。あー、危ない。あ、どれ何？ん？ピリピリ。あー。